広瀬まりのおしゃべり見聞録。広瀬まりのおしゃべり見聞録は、感じたことをありのままにお伝えするポッドキャスト番組です。広瀬まりのおしゃべり見聞録。この番組は IT コンサル光の提供で、木のスタジオ伝承館堀部邸からお伝えしております。さて、今日は第45話でございますが、昨日の分と合わせまして、ちょっと緊急で、録音しております。録画しております。申し訳ございません。で、申し訳ございませんが、もう一つ、お詫びと訂正があるのでございます。もう自分のことなのに間違えちゃったんですよ。7月7日七夕の日に放送いたしましたイベント情報、自分のイベント情報なのに、11月20日のカルマカフェでやるランチコンサート、チケットの金額をちょっと勘違いしておりまして、3000円というふうにお伝えしたんですけれど、3500円の間違いでございました。まだチラシもできていないので、で済む方はいいんですけど、申し訳ございません。3500円ということにいたしましたので、よろしくお願いいたします。お詫びして訂正いたします。で、ついででございます。ついでというか、これからの、ね、イベント、もう一度ちょっとお伝えしたいなと思います。一番近いところでは、この間急遽決まったんですけど、9月の3日の日に、3号駅、名鉄の、あれは瀬戸線かな、の3号駅のすぐ近くに米徳というところがあるんですね。昔はこうお米屋さんだったらしいんですけれど、そこを今こうフリースペースみたいにして使っているところがあるんですが、そこでコンサートをいたします。まだ、ね、詳細決まってないんですけど、9月3日の、5時開場、5時半開演で、7時頃までっていうのだけは決まってるんですね。またおいおいお伝えはしていきますけれど、まず9月3日の米徳のコンサート、そして次は9月25日中山道うぬま宿脇本陣で同様のコンサート、10時半スタートの部分と、10時半スタートと、それから13時半、10時半と13時半のスタートの2回やります。ちょっとずつ曲変えていきますので、2回聴いていただいてもお楽しみいただけるかと思いますけれど、そして10月の16日、こちらは各務原にあります支援野菜の恵み、去年もやりましたけれど、10月16日には支援野菜の恵みでディナーショー、こちらは3800円になってます。で、ここのディナーショーは耳なじみのある曲を中心に歌いたいなと思ってます。オリジナルも少しは歌いますけれど、どちらかというと私がちょっと歌いたいなって思っている曲を、歌の参上って言って、来るっていうの参上じゃなくて、歌が3つで歌の参上ということで、やろうと思ってます。そして、先ほどちょっと訂正を入れました、11月20日花崗山にあります春間カフェでやるランチコンサート、こちらは CD の発売の記念なんです。今本当に楽しみに作っている CD なんですけど、とてもね、いいものができる予定でございます。本当に今までにない自分がちょっと期待しているものができると思いますので、そちらの、記念のコンサート、ランチコンサートになります。こちらは1時からスタートになっております。その前にご飯を食べていただいて、聞いていただくという形になってます。こちらはもうオリジナルをふんだんに、オリジナルだけでいけたらいいなと思ってます。で、今まで のオリジナル、昔から私を知っている人は、懐かしい、そのオリジナルあったよねという感じの懐かしいオリジナルから、今回の CD に入っているオリジナルまで、もうなんか広瀬まりの歴史がわかるみたいなコンサートになればいいななんて思ってます。予定なんですけど、前一緒にやってたギターの子が、いや、一緒にやれればいいなというふうに思ってます。思ってれば絶対できると思ってるので、ギターと一緒に、昔のオリジナルをやり、そしてこっち新しい CD の方は CD 音源で歌いたいなと思ってますので、そして協力してくださってる吉金さんと一緒に何かちょっとできるといいななんて、まだ企画の段階ですので、いろいろ考えてます。もういろいろ考えるのは自由ですので、皆さんも楽しみに、どれか一つでもいいのでお越しいただければと思います。チケットの販売に関しましては、info@marifan.club、info@marifan.club にメールいただくと、個別に
対応させていただきますので、よろしくお願いします。まあ質問もね、メールでいただければいいと思います。まあ、直接私のことを知っていらっしゃる方は、まあ電話でも何でもいいんですけれど、できればメールがいいです。メールで、ね、問い合わせいただくと、まあ適当な時間に、適当って時間って意味じゃないよ、適当にな時間に、私が見ることができますので、電話だとね出られない時もありますので、そうするとちょっと迷惑をかけてしまうので、ぜひ info@marifan.club の方にお問い合わせをいただければと思います。夏祭りその他すべて頑張りますので、ぜひぜひお越しいただければと思います。それではお詫びと訂正を含めて第45話はこのあたりで。今日の番組はいかがでしたか？皆様からの感想、リクエストをお待ちしております。メールアドレスは info@marifan.club info@marifun.club です。たくさんのメールお待ちしております。YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご覧になって、チャンネル登録もお願いいたします。マリッペ TV で検索をしてください。それでは次回もお楽しみに。